キンパラとは、スズメメカイゲチョウ科に分類される鳥類。以前の分類では、キンパラの足と考えられていたが、最近では別種として扱われている。一時はフィリピンの国鳥であった。南アジア及び東南アジアに分布する流鳥。日本では外来種で、1910年頃に東京都で野生化した群れが見つかって、以降、各地で見つかっている。 体長11から12センチメートル。成長は、ずんぐりした薄灰色のくちばし、黒い頭、褐色の体を持つが、腹部が黒い個体も存在する。シールはよく似ている。若鳥は、上部が一様に、単褐色で、下部は、白から淡い黄土色をしている。外見、生態的特徴は、銀パラに似るが、腹部が白くならず、背部とほぼ同じ。 大々褐色である点で判別できる。群れで行動し、主に穀類など種子を食べる。開けた草原や農耕地を好む。やぶや背の高い草の中に草で大型のドーム状の巣を作り、4から7個の白い卵を産む。ありがとうございます。